ャーケーなどシャーケーシャーケーシャーケー第1期からね、TikTok おもれよって言われて、あー、TikTok ね、俺 TikTok とか全然興味なかったよ。確かにな、 YouTuber の人とかってやっぱそういうの多分毛嫌いしそうじゃん。自分たちもしょうもねえことやってんのにしょうもねえ分類、なんか敵みたいなイメージされるだったりいました。はい、バカハマりました。バカハマりました。そう、面白いよね。めっちゃ面白い。俺もああいうの一番ツボなんですよ。今に全力すぎるアホな感じね。確かにね。まあ俺らもそんな感じじゃないですか。確かに、まあ、絶対に言われたらいけない TikTok。あー、笑っちゃいけないですね。あるじゃん、まあ、あれをやりたいなと。グループなんで一人で見るのもつまんねえなと思って、せっかくだから一人一人マイメンを決めてもらって代表をバン出して、それを他のやつが耐える。なるほど。で、誰が一番笑わせられるのか。おお、絶対面白い。いや、俺だな。あれは絶対に笑ってはいけない TikTok トーナメント。よっしゃ。一人一人の声援をもう揃えてもらって、それ対決。うわ、これはやばい。ルールとして、あのツッコミだけはありにしてます。あ、ツッコミね。超有名な人なしです。早速やっていきましょう。レッツ TikTok。 レッツ TikTok。 レッツ TikTok。 やりませんとかやめろ。なめろお前。やめとけ。変なこと言うの紛らわしいこと。怒られるぞ、まあ、すいません、ごめんなさい。ちなみに言うけど、今回スタランナップ家にないので本当に壊れます。やばい、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 絶対下に置いて。何回か壊してるから。いや、ほんま怖い。くぶ、口に水含む系です。結構壊してるんで、犯人ほとんど俺なんだけど。ほんとだよ。一番気をつけて。これ、こういうね、自分は分かってる系ブスが好きだろ。コメントもないし、なんでノミネートしたやつが口に水含んでるのか。俺ちょっとそこでマジ吹きそうだった。次、ノリ。普通の電車の風景です。電車の風景です。東京駅はね、こういうの多いから。じゃあ第一笑いってことで。おぉ、一人。あ、よかったよかったよかった。あー、これ結構長めだったけど、もう一押し欲しかったね。あー、じゃあ次ターボーさん。俺はこの15番のやつですね。待って、これ番号じゃねえよ。15番じゃねえ。右上のやつ 18.4 番じゃん。いや、分かってる。それ、これがいいね。お前2番めっちゃいるじゃねえか。プリ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 今日パーティー、キラプリ。あ、笑ってない。吹いてないか。まあ、全然いけるかな。まあ、吹いてはない。あー、マジか。ゼロポイントです。じゃあ次僕行きましょうか。これ俺の持ち込み企画で、俺がハマりすぎてノミネートした時5人ぐらいいたりするんで、で、一旦じゃあ僕の代表エースいきます。まあ、この背番号2の方なんですけど、だけど、多分自分のことを橋本環奈だと思う。お前で早いやん。で、あの機械の使い方結構分かってないです。結構すごいなって。いきまーす。はい。これめっちゃおもろいやん。これは面白いわ。おもろいな、これ。まあ、これはちょっと見つけたね、君。あ、やばい。何明らかになんかスローの下りじゃん。うん、いきなりおもろいんだけど、口が全然スローじゃないの。そこをスローにせえよ。コンセプト分かってない。やばすぎな。俺ずるいよ。俺これ見た時も一人でソファーで転げたから。俺ちょっとこれがまずめっちゃおもろい。おもろい、これ。それはまあシンプルに、もうクソ面白い。もうなんか普通にシンプルに見てる。大輝のも全部笑っちゃったね。じゃあ俺と大輝の一騎打ちってことで。あ、ごめん、もう一回。大輝ももう一回あるみたいな。あ、マジ。じゃあ先行僕いきますね。止めてみてみたいなジャンルがあるみたいで、
すごいブスなフィルターを使って止めたら実は可愛かったって、まあ、この方がやってるんですけど、いきます。一人これだけ、マジで共だけ、これ超ツボだわ、めっちゃ重いわ。お前の説明ずるいね。首だけこれね、やばそうだな、これ。これもまあシンプルですね。最後だ、最後やめろ、こっち最後だよ。ちゃうやん、最後もうビッグノートちゃうやん。予期せぬ切り方やめろよ、もうそれ。もうずるいわ。優勝は大輝さんということで。おっしゃー、大輝の前面のあのおじちゃん、イエーイ、あの方が優勝です。おー、すごい、ぜひね、今日紹介した方、この動画見ていましたら、ツイッターにてちょっとご連絡お待ちしております。あー、面白い。もしかしたら、ちょっと動画撮れれば面白いかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。会ってみたいわ。会ってみたいね。会ってみたい。で、まぁ、あ、ちょっとあの、ここでターボーさんから番外編があるみたいなんで、おはい、こちらです。じゃあもう、ちゃうやん。趣旨ダメだよ、これ。いや、キモいね。はいはい、オッケーオッケー、もうチヤホヤされろ、じゃあもう。まあ、俺と大輝が意外と笑いを近い。いやー、私がちょっとしょうもなかったから。いや、不発だったから分かんねえな、難しいな、TikTok。 お前が滑るのはいいけど、あの人を滑らした。俺もうあいつ思い出したらやばい。いや、面白い、やばいわ、まず。こんなんなってるやつ。面白いな。今夜だったら第2回もやっていこうと思います。はい、じゃあでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、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 バイビー。